A curation program which introduces the music now and from now on. 78 Music Crate. Music Crate. On BFM 78.78ミュージックキュレート、今週も始まりました。折り紙プロダクションの藤沢です。まず1曲目に聴いていただいたのがマット・マルチーズという UK サウスロンドン出身25歳のシンガーソングライターの新曲フローレンスをお届けしました。このアーティストはですね、折り紙の姉妹レーベルでもあるアステリエンターテインメントの、なんとニューアーティストになります。マット・マルチーズはですね、カナダのネットワークというレーベルに所属しているアーティストで、ネットワークにはアルバムリーフだったり、シミルといった今世界中で大人気のアーティストが、所属する音楽レーベルになります。去年ですね、アステリからリリースしたラストダイナソーズバンドもですね、このネットワーク所属なんですよね。まあ、本当にいろんなアーティストがいるんですけども、アーティストによってカラーやジャンルはもちろんそれぞれ違えどですね、なんとなくこうレーベル全体の質感というか、ちょっとなんて言うんでしょう、高貴な感じというか、個人的に感じているだけなんですけど、なんかこうレーベルのアイデンティティというか、一つ大事にしている空気感みたいなものをすごく感じましたね。まあ、マット・マルチーズもその中のもちろん一人ということで、彼は過去に東京という楽曲をリリースしてたりだとか、すごくなんかこう親日家っぽいような感じの活動というか、動きを見せているんですよね。ラストダイナソーズも本当に日本大好きで何度も来日してますし、なんかこうやっぱり嬉しいですよね。若いアーティストが日本のことをすごく一目置いてくれてるんだなっていう感じをいつも感じてますね。これまでにリリースしたアルバム、シングル含めて、楽曲の総再生回数がですね、なんとすでに10億回超えということで、もうすでに数字も結果が出てきているという中で、4月の末にアルバムをリリースするんですが、その中からの、先行シングルということで、今回フローレンスがリリースになりました。で、なんとですね、過去に BTS のテテも、マット・マルチーズをですね、お気に入りのアーティストとして楽曲をシェアするなど、すでにネット上で話題になっていたそうなんですね。本当にマルチーズの楽曲はどれも日常にすごいこうフィットするというか、寄り添ってくれるような楽曲ばかりなので、日本にもすでにファンが多いかなと思うんですけど、これから4月のアルバムに向けてですね、だんだんと話題になっていくと思うので、ぜひチェックしてみていただければと思います。そしてですね、今週はもう一曲新曲をご紹介したいんですが、つい数時間前にですねリリースになったばかりだと思うんですが、サラサの新曲が出ました。タイトルは火をつけてフィーチャリング松尾レミ、かっこクリムスパンキー。この楽曲はですね、サラサの昨年末にリリースしたファーストアルバム「インナーオーシャン」に収録された「火をつけて」という楽曲があるんですけども、その楽曲に、なんとグリムスパンキーの松尾レミさんをお迎えして、レミさんが新たな歌詞を付け足してくれたり、メロディーを再構築してくれて、本来の火をつけてから、さらに再構築して、また新たな魅力を引き出してくれた楽曲になります。それでは早速お聴きください。サラサで火をつけてフューチャリング松尾レミグリムスパンキー。
心の淵に触れて確かめるのは初めから新曲で火をつけてフィーチャリング松尾レミグリムスパンキーを聴きいただきました。いかがだったでしょうか。サラサのインナーオーシャンというアルバムのリード曲は太陽が昇るまでという楽曲で、実はこの火をつけてはアルバムに収録される一、まあ、楽曲という感じだったんですよね。ただ楽曲としてはもう本当にどちらもコードつけがたくて、このままアルバムの一収録曲としておくのはもったいないのではないかということになったんですよね。今の時代だと、まあ、ただでさえもうシングルでデジタルでもうどんどん出せる時代なので、本当に楽曲の展開スピードがものすごく速いなと思うんですよね。もちろんどんどん新しいもの新しいものっていう形でスピードが速く新しいものが出てくるっていうのも面白いですし、まあ、今の時代らしくてそれもすごくいいなと思うんですけど、逆に一曲を何度も何度も手を変え品を変えというかリアレンジをして大切に楽曲を育てていくような感覚でリリースを重ねていくものもあっても面白いんじゃないかなと思うんですよね。実際にアステリのアーティストでもあるジェイクのゴールデンアワーという楽曲が今ものすごく大ヒットして、そこからは各国のアーティストたちがその楽曲に参加してゴールデンアワーフィーチャリング
誰々という感じで、まあ、どんどん それぞれのアーティストが参加したことによって新しいゴールデンアワーがどんどん生まれていって、そのゴールデンアワーが世界中の国で愛される楽曲になっていっているっていう現象があるんですよね。なんかそういう形でこのサラサの火をつけてという楽曲を1回だけのリリースだけで終わらせずに、いろんなコラボをすることによっていろんなバージョンの火をつけてが存在していて、歌い継がれていくような名曲になっていったら面白いんじゃないかなと思っています。なのでインナーオーシャンをリリースして、また次の新しいシングルっていうものを出すものももちろんありなんですけど、そうではなく逆にこの火をつけてという楽曲をいかに大切に、そして長くプロモーションして育てていけるかというような考え方をもとに今回のリリースが、決まりました。その第一弾が、今回はサラサが大尊敬しているグリムスパンキーの松尾レミさんということだったんですが、次回はまた別のアーティストの方とコラボをして新しい火をつけてが、また出来上がってくるかなと思いますので、ぜひ、今後も楽しみにしておいていただけたらいいかなと思います。ということで、今週はオリガンプロダクションの藤沢がお届けしました。この後は慎吾鈴木が登場します。ベイ FM78 ミュージックキュレイト、慎吾鈴木です。皆様いかがお過ごしでしょうか。4月に入りまして、新たな生活、始まったかなという、方も多いかと思います。普段ね、僕などはですね、もうとっくに、学生生活も終えてですね、自分からですね、切り替えをしていかないと、あれよあれよといううちにですね、春が来て夏が来て秋が来て冬が来て、そしてまた春ということでね、この春になるとですね、何か新しいことにチャレンジしたいななんていう気にもなったりしますよね。で、僕もこう何か新しいことをしようかななんて思いながらですね、今年はですね、また、ランニングなどをねちょっとし始めている、今日この頃でございますよ。で、走っていくとですね、こうクリエイティブな気持ちというか、何か新しいものを作りたいなって、僕の場合はですね、音楽を作っていくことに、なっていくんですけれども、そんな気持ちにこうなりますよね。で、そういう気持ちをサポートしてくれるのがこの BGM というかね、散歩をしたりランニングをしていると聴きたくなる曲ということで、皆様もですね、春この新しく何かクリエイティブなことをしたいなという気持ちにさせてくれるような、ミックスを作ってみたのでお聴きください。どうぞ。7 8 Music Curate